フィラデルフィア、フィラデルフィアは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州南東部にある都市、同州の最大都市かつ、北米有数の世界都市である。市内、の人口は156万7442人、2015年推計、で、全米第5位。名門のペンシルベニア大学や、工学系に強いドレクセル大学、日本にもキャンパスを置く州立大学のテンプル大学を、 抱える、学術都市である。市内に、約12万人、都市圏全体で、約30万人と、全米で最も多くの学生を持つ都市の一つである。漢字の当てじわみをは非へしあげ特費、また短縮して皮膚。なお、フィラデルフィア都市圏の治安は、概ね良好であるが、デラウェア側の対岸にある、ニュージャージー州カムデンは、デトロイトやセントルイスなどと並んで、 全米で最も危険な都市の一つとされる。独立記念館や自由の鐘があり、近郊にはバレーフォー事があるが衆国建国ゆかりの地である。1682年、クエーカー教徒のウィリアム・ペンが同志とアメリカに捕らえ、この地に居住区を建設したのが死の起源。ペンはこの地を古代ギリシア語で、兄弟愛の死を意味する、フィロス、イコール愛、アデルイコール兄弟。 イコール都市名につく語尾形、フィラデルフィアと命名した。こうして、フィラデルフィアは、ペンシルベニア植民地の首都として成立した。18世紀に入り、フィラデルフィアは公益の用地となり、目覚ましい発展を遂げる。当初は、生活基盤は貧弱であったが、ベンジャミン・フランクリンの尽力によって大きく改善されることとなる。1750年代までには、フィラデルフィアは、 ボストンを上回る北米最大の都市となり、イギリスの領土内でもロンドンに次ぐ第2位の都市だった1835年までにニューヨークがフィラデルフィアを登ることになる。このためアメリカ合衆国の独立期には、この地はアメリカ合衆国建国の父との地に呼ばれる人たちの集う中心地となった。独立戦争時、衆議児童、現独立記念館で大陸会議や 独立宣言の起草が行われた。また1790年に合衆国の首都がニューヨーク市からフィラデルフィアに移ってくると、新東ワシントン特別区の建設が一段落する1800年までの10年間合衆国連邦政府の首都であった。禁止法時代には、かつての輝かしい歴史を有する街から一転して、マフィアが暗躍する全米最悪の治安の都市となった。現在も、 が、しばしば摘発の対象となっている。19世紀以来、フィラデルフィアは、商業や、海運の都市である。有名な大学、ペンシルベニア大学、ドレクセル大学、テンプル大学、トーマス・ジェファーソン大学などがあり、センターシティという中心部に、銀行や法律事務所が多く、フィラデルフィア連邦準備銀行、フィラデルフィア株式取引所もある。フィラデルフィアは、 北緯39度59分53秒、整七75度8分41秒に位置している。アメリカが州国統計局によると、フィラデルフィアは総面積 369.4km である。このうち 349.9km が陸地で 19.6km が水地域である。総面積の5.29%が水地域となっている。水地域には、 がなどがある。フィラデルフィアの低い場所は、デラウェア川及びスクールキル川がある、フィラデルフィア市南西部の近く海抜10フィートである。フィラデルフィアの高台は、エヴァグリーン街の北部及び西部、エヴァグリーン地区近くに位置する海抜432フィート高度で、チェスナットヒルである。約130キロ北東に、ニューヨーク、145キロ南西に、ボルチモア、 200キロ南西にワシントン DC が位置している。欠片の気候区分では温暖湿潤気候 CF に属する。2000年現在の国勢調査でフィラデルフィアは人口151万7550人、59万71世帯及び35万2272家族が暮らしている。人口密度は4337.3キロメートルである。 1 8 9 1 9キロメートルの平均的な密度に661958件の住宅が建っている。フィラデルフィアの人種的な構成は白人45.02%アフリカン・アメリカン43.22%先住民0.27%アジア4.46%太平洋諸島系0.05% その他の人種4.77%および根結2.21%である。人口の8.50%はヒスパニック、またはラテン系である。フィラデルフィアの民族的構成はアフリカン・アメリカン32.5%、13.6%、9.2% 13.、8.1%、6.4%および4.3%である。 フィラデルフィアうちの住民は25.3%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が11.1%、25歳以上44歳以下が29.3%、45歳以上64歳以下が20.3%、および65歳以上が14.1%にわたっている。中央値年齢は34歳である。 女性100人ごとに対して男性は86.8人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は81.8人で、ある。フィラデルフィアの平均所得は、1世帯あたりで3746ドル、1家族あたりで3 7 3 6ドルである。男性で34199ドル、女性は28477ドルとなっており、 全人口一人当たりの平均所得では16,509ドルとなっている。全人口の22.9%、全人口のうち18歳未満の31.3%、および全家族の18.4%は貧困線以下にある。フィラデルフィアの名物には以下のものある。フィラデルフィアの主要な日刊誌は、フィラデルフィアインクワイアラー紙と紙である。 フィラデルフィア大都市圏の主要な地上波テレビ局は ABC、CBS、NBC、PBS、ザ・ c w および FOX である。フィラデルフィアにはアメリカ国内でも名が通るラジオ局の本拠地になっている。中でもとはアメリカ有数のロック局である。両局は多くの現代のロックバンドを躍進させ、この国のロック音楽の流行に、 多大な影響を与えたことで、ロック音楽コミュニティに広く知られている。フィラデルフィアは近年まで、モダンロック専門のラジオ局がないアメリカ最大の都市だったが、2005年に WP-LEY100 は、もともと純粋に、フィラデルフィアを拠点としたマダンロックの壺だったが、2005年、はじめに、親会社であるによって、ヒップホップや R&B などをかけるに変更された。 ペンシルベニア大学によって運営されているは、当初は主要なつぼねで曲を流してもらえなかった多くの著名なアーティストの経歴を立ち上げた実績を持つ。曲の財源の大部分は会員であるリスナーによって支えられている。WXPN は毎年夏に開かれる音楽フェスティバルのスポンサーであり、その模様は現在自身のウェブサイトを通じて世界中に放送されている。 ワクスト州は北東部内で多く聴かれているカントリー音楽放送曲である。フィラデルフィア還元楽団はニューヨークフィルハーモニック、シカゴ公共楽団などと並ぶ全米語大オーケストラに挙げられ、世界でも有数のオーケストラの一つである。夏の音楽祭ではフィラデルフィアロビンフットデル還元楽団という名称で演奏することもあり、この名による録音も多く残されている。 他にもプロレス工業が盛んである。1990年代に独自のハードコア路線で一大ブームを巻き起こした ECW がこの都市を活動拠点としていた。ECW が試合会場として使用していたビンゴホールはその後 ECW アリーナの名で親しまれ、後にもジアリーナの名称でインディーズ団体の聖地として頻繁に工業が行われるようになった。 フィラデルフィア市のすべてはフィラデルフィア学区に属する。この地区のすべての学校は制服、または何らかの服装規定を持つことを要求される。フィラデルフィア市近郊の大学は、フィラデルフィア市は南東ペンシルベニア交通局が路線ネットワークを有している。セプタはフィラデルフィア市内及び郊外でバス、鉄道、地下鉄、路面電車、 およびトロリーバスの運行を行っている。フィラデルフィア市内にはアムトラックの北東幹線が通っていて、ニューヨークまで約1時間半、ワシントン DC まで約2時間の距離である。アムトラックの30丁目駅はアムトラック、セプタ、NJ トランジット路線が乗り入れている街の中央駅である。パッドコアトン H とトン H、とおよび テンスとナインスストリートの間のロコストストリート及びエースストリート上にあるマーケットストリートの駅からニュージャージー州内のカムデン、コリングスート、ハドンフィールド、チェリーヒル、アシュランド、及びリンデンウォルドまで地下鉄路線を運行している。ノースイーストフィラデルフィア空港が自家用機、ビジネス航空機向けのサービスを提供しているのに対し、フィラデルフィア国際空港は 定期便路線の国内線及び国際線向けに利用されいる市内から車で約20分。フィラデルフィア市はシスターシティーズインターナショナルインクによって指定を受けた10都市と姉妹都市を締結している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。